はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。はい、生き生きロコモチャンネル Q&A。はい、生きロコちゃん。Q&A。はい、よろしくお願いします。今度私が。そう、Q&A、ちょっと初めてです、ね。初めてです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日もいくつか質問来ておりますので、はい、読ませていただきます。はい、ちょっと質問がいくつかありますので、はい、まず質問の情報ですね。はい、では、いつも良い情報をありがとうございます。ありがとうございます。現在70歳の女性です。はい、骨折はしていませんということです。はい、で、骨密度測定で腰椎が 61%、はい、大腿骨 67% でした、若い人平均のということですね。ですね、そうですね、ですね、若い人平均の、はい、数字ということで、はいはい、でリセドロン 75ml を飲み始めて7月で2年半になります、はい、骨密度は少ししか上がっていませんが、今回腰椎が、61から64ですね、それから大腿骨は67から69、はいはい、まあ、ちょっと上がってますね、ですね、はいはい、という状態の方からのご質問です、はい、まず一つ目の質問ですけれども、骨密度の測定が1年おきだったのが、2年半目から半年おきに変わりましたと、はい、年齢的に、まあ、骨折のリスクが高くなるからの変更でしょうかというご質問です。お願いします。はい、1年ごとだったのが2年半目から経過をしてからですね、はい、で健康保険では、はい、4ヶ月に1回測っていうことになってます。なるほど、はいはいはい、でただ、これもね、何でもかんでも検査すればいいってわけじゃなくて、一応制限がね、制限があります、ですけどね、で、まあ、4ヶ月っていうと、うん、まあ、そんなに骨ってバンバン増えるわけじゃないの で、うん、でね、だから、まあ、自分は大体半年に1回にしてます、うんうんうん、ですごく結構いい人は年に1回にしてます、はいはいはい、でその辺は担当の先生の判断なので、うん、ご質問では多分年齢の影響かな、年齢の影響かには、うん、まあ、年齢の影響かもしれないし、はい、まあ、なんて言いますかね、骨を、薬飲んでてちょっと上がりました、うん、で次取るのが1年ってなると、うん、また続けてもらうのに1年後測りましょうよ、うん、半年後の方が続けてもらいやすいかなって先生が思われたとか、うん、みたいなこととかが理由かなと思いますけども、はいはい、まあ、そこに心配せず、まあ、そうですね、半年に1回はしっかり取っていただいて、そうですね、骨密度の検査と合わせて、はい、まあ、効果を判定するということで、よろしいでしょうか。はい、はい、いいと思います。ではそんな形でご理解いただけでしょうか。はいはい、でそういう、はい、じゃあ続けてで、はい、あ、そうですね、4つあるんですよ、この、はいはいはい、もう一つ、2つ目ですけども、はい、薬を飲んでいると強い症状ではありませんが、はい、胃がチクチクしたりお腹が渋ったり、あるいはちょっとジンマシンが出やすくなった、なんとなく不快な症状があります、はいはいはい、主治医に聞きましたが薬とは関係ないと思うと、はい、骨密度が下がっていないので、まあ、効いているからまだ続けた方が良いということでした。でまた最近では食べ物を噛んだ時にちょっと歯肉が痛くなり、歯医者で、見てもらいましたけれども虫歯など異常はなかったということで、まあ、本当に薬の影響ないでしょうかというちょっと心配のご質問です。はい、ですね、薬の影響かどうかを、見るのにまず、一般論として、飲んだ後に、胃の方が気持ち悪いとか、うん、まあ、空腹時で飲む薬なので、うん、そうですよね、なので飲んだ後に、1日2日で具合が悪くて、でその後は大丈夫、うん、でもまた飲むとそうなるって言ったら、うん、まあ、大体普通に考えて、うん、薬のせいだと思います、うん、で、まあ、ただそういうことであるとずっとなんとなく調子悪いって言ったらどうかな、うん、あとジンマシンは、うん、これは飲んだ時に出るので、まあ、で出やすくなった、うん、薬を飲むタイミングと関係なく出やすくなったらちょっと違うんじゃないかとかって思ったりもします、うん、それであと歯茎が痛くなる、これ顎骨折とかじゃなくても歯茎痛くなる人時々いるんですね、はいはい、それでなので、どうかは分かりませんけども、まあ本当に薬の影響かどうかを知るための一番簡単な方法は一回止めてみると、そうですね、はい、程度こうなんか軽くなるかとか、うん、なんで、そうですね、で2年半飲んでたら、はい、まあ、一般的には3ヶ月ぐらいちょっとお休みしてもそんなに影響はないので、うん、結構骨に沈着して効く薬なので、うんうん、まあ、ちょっと先生の方の判断にもよりますけども、はい、やめてみてそういうのがなくなったらそのせいだ、うん、でやめてみてもずっと続くようだったら違うと、うん、まあ、シンプルにそんな判断しかないかなというふうには思いますね。はい、はい、じゃあこの方3つ目の質問があります、はいはい、私由来の年齢では薬や食事、はい、運動などいろいろ努力しても薬を飲まなくても良い状態に戻ることはないのでしょうか、はい、という質問です。年齢は70歳の方ですけども、うん、まあ、
薬や食事運動など努力することはすごい大事なことです。これも大事ですね。はい、それで、飲まなくても良い状態に戻るというのは、まあまあ言ってしまえば、まあ、年齢によるものということが大きいので、骨の強さは、うん、なんでじゃあ70の人が運動してたら30歳の体に戻るかって言ったら、まあ、ちょっと少しずついい70歳になると思いますけどもね。はい、なんで、まあ、ちょっとそのあたりは骨密度を見ながらやるしかないかと思いますので、はい、まあ、現状をモニターしながら、はい、それで対策していく、はい、で、まあ、食事運動薬3つとも大事ということ で、ね、ですね、まあ、それしか言えないかと。治療、はい、まあ、については先生方とよく相談してと。そうですね、まあ、検査結果見ながらということで ね、はいはい、じゃあこんなことですので、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。